今回は1日のプレイでやっておきたいことについて解説していきます。まずログインして自室に来たら右上の広告視聴をします。1日5回まで見ることができランダムな育成素材と東洋剣かけらが確定でもらえるので、無課金未課金の人で少しでも早く進めたい人は最大回数見ると良いでしょう。東洋剣かけらは10枚で東洋剣1枚に合成できるので、広告視聴だけで2日に1回ガチャができます。続けて領地メニューから毎日任務を確認します。一番上のログインするは完了状態になっているはずです。バージョン 1.07 以降では対戦の項目がなくなり、無料東洋券を入手するに変更されています。無料東洋券は問屋の小判購入の項目の中の一番上にあるのでタップして獲得しましょう。これで一つ完了です。一度毎日任務に戻り他の任務を確認します。残っているのは魚釣りと貿易開始と制作開始です。制作には精錬石を使いますが、これは魚釣りか曜日クエストが入手経路です。そのため貿易、魚釣り、制作の順で行っていきます。どこに貿易に行くかは資源の量次第なので、とりあえず超近距離を選びます。次に趣味から魚釣りを実行します。魚の種類によって獲得できる精錬石の量が違いますが、精錬石が一つでもあれば良いので、釣る魚は何でもいいです。最後に制作です。制作では精錬石の投入量で出現する装備が異なりますが、精錬石5個以下は確定出来石が出ます。とりあえず1個で制作を始めて毎日任務を全て終わらせます。毎日任務に戻り全ての報酬を獲得します。得られる報酬の中に相当券が計6枚あるので、曜日クエストなどで使ってしまいましょう。最後にもらったガチャ券でガチャを引きます。以上が1日のルーティンになります。広告を全部見ても5分程度で終わるので簡単ですね。さて今日は誰がやってくるのでしょうか。お疲れ様でした。